西山加んから1917年4月3日は、後世山大法寺の18代住職。臨在州の鹿、現在の愛媛県八幡浜市、阿内出身。父は、須賀銀女、母は、徳子という。12歳の時に、八幡浜市の後世山大法寺の徒弟となり、20歳頃から約10年間、 宇和島市の今後を山台隆史寺の都合森岩について修行する。さらに、久留米市の梅林寺や岐阜県、伊深の西岸寺などで座禅を習った。その後、京都の小国寺で古史家老子に参禅しようとしたがその時は小国寺を去っていたために後継者となっていた独園に着く。古史家が明神寺の天寿庵で僧道を開いたので、同じ明神寺の大見院いに住み、 明治元年から古史系の猛烈な指導の下修行に励む。平くし伝中は、明治31年に寄宿した谷中の長安寺で西山火山の臨在録の提唱を聞き、仏教的テーマを題材にした、活人や、報道に笑い、広牛などを数多く制作している。また、高村光太郎も乃木山の影響を受け、歌集、四郎のに乃木山に関する歌を載せている。 高橋新吉、全の伝統法文館、1977年、P100。高橋新吉、全の伝統法文館、1977年、P99。ありがとうございます。